皆さんこんにちは。個別指導塾結成塾長の小林です。笹川です。はい、今日のテーマなんですけれども、理系の新設学部を作る大学について今日はね紹介をしていきたいと思います、まあ、2023年度および来年ですね、2014年度に、なんて言えばいいかな、来年の入試からって言えばいいのかな、はい、はい、新設する大学で、いくつかね紹介したいと思います、はい、で今回はですね、いっぱいあるんで、新設の大学、学部っていうのは毎年毎年ね、いっぱいあるので、ざっくり、国公立とか、上位私立とか中堅私立みたいな、グループ分けをしていった上で、それぞれについてちょっと、ね、コメントをしていきたいなというふうに思います、はい、で結構受験生の方だとやっぱりね、いちいちそんな全部の情報を調べないじゃないですか、はい、なので、あ、意外にこのとこできるんだっていうのを知っていただいて、あと細かいのはね、ご自身でもぜひ調べてもらって、併願校志望校にね考えていただければと思います。まずはですね、今回の企画に関連するニュースとしてこちらがありますね、はい、概要欄にこのリンクを貼っておこうと思うんですが、文科省がですね、2023年7月21日に、3000億円の基金を活用して大学の理工農系分野の拡充する支援事業に、公立大学と私立大学の計62校が理系学部の学部とか学科を新設する計画を発表したということですね。そうですね、結構ね、大規模なんですよね。そうなんですよね、今回はこの2024年に、すでに新設されていることが発表されている大学と、あとはですね、先ほど言った支援事業に、選ばれた大学をまとめて紹介していこうと思います、はいはい、ではまずはですね、2024年に理系学部を新設する大学ですね。まずは国公立から見ていこうと思います。こんな感じになっておりますと。はい、さすがに旧帝とかは、動きはないようですけれども、そうですね、ただ特記レベルだとあるんだよね、そうですね、2つありますね、お茶城と千葉大ですね、千葉大はね、情報データサイエンス、そろそろ来てもおかしくないなと思っていましたから、ある種、予想通りというのはちょっと偉そうなんで、そうは言えないんですけども、基本的にはあっていいのかなと、ニーズもあるかなというふうに思いますし、やっぱり理系の研究力も千葉大強いですからね、はいはい、やっぱり自然な流れかなというふうに思うんですよね。そうですね、あとは注目するところでいうとお茶場ですかね。こちら競争工学部が設置されますね、で奈良女子大に次いで国立大の女子大には工学系の学部が設置されるということになりますね。そうですね、これもね、いろいろ女子大の議論はありますけれども、やっぱりこうやってね、理系がどんどん強くなっていくことはいいことかなと思います。はい、全体的に見てみると、情報系の学部が多いっていうことが感じられるかなって思います、実際の中身を見ていくと結構分離融合型の学部も多いみたいで、例えば熊本大学の情報融合学館とかは、文系型でも理系型でも受験できるみたいですね、はい、では続いて私立を見ていこうと思います。私立に関しては、例を挙げてみますとこんな感じになっております。はい、大量にあるんでね、実際はね、なので、5大学をちょっと抜粋してきたって感じですね、そうですね、ここもやっぱり情報系が多いなという印象ですけれども、一部薬学系だったりとか、あとは日本女子なんかね、建築デザインということで、やっぱりこういったものもね、今後必要とされていく技能というか、知識の部分であるので、いいかなと思いますよね。そうですね、この特に日本女子大に関してはこれに伴って家政学部住居学科の募集停止も発表されたみたいなんですよね。そうですね、なんかイメージ的に家政学部住居学科だと、建築っていうよりなんか家政学のイメージが強いので、そっちに、乗り換えるって言い方すると失礼かもしれないけれども、そういう考え方で進んでいっているのかなと思いますし、僕的には別に悪くないと思うんですけどね。そうですね、他見ていっても、明治学院も清泉名学で2番目の理系学部設置ですし、こういう大学って、文系メインの大学だったと思うんですけども、徐々に理系もしっかり備えた大学へとシフトしていこうっていう意向が見られますね。そうですね、ただ、注意点もありまして、やっぱりもともと文系 の, あの学部しかない大学の場合、残念ながら教授陣とかもですね、理系の方が多いわけではないんですよね、だからさっき申し上げたように千葉大とかはもともと理系もかなり充実していて、しかも強い、そういった中でプラスアルファで情報が入ってくるというのは、ある種自然の流れなんですけど、完全なる文系の学部にその理系学部を作るってなると、新たにその招聘する人材も、そもそもですよ、人材不足なんで、そうですね、あの教授の先生方も、ってなると、かなりもしかすると文系寄りになってしまうリスクだったりとか、皆さんがやりたい研究ができない可能性もありますから、よくダメで言ってるわけじゃなくて、よく調べた上で選んでほしいなというふうに思います、はい、以上ここまでが、2024年に設置される大学で、続いてはですね、先ほど言った支援事業から選出された大学をいくつか紹介していこうと思います、はい、結構これ注目ですよ。そうですね、まずはですね、難関次第ということで、マーチとかカンカン同日から見ていこうと思います。こんな感じになっておりますと、はいはい、学部学科については、今のところこれ仮称なので、今後変わる可能性もあるので、もちろんそうですね、はい、青
学のデータサイエンスもね、びっくりしましたね。そうですね、僕ね、青学やると思わなかったんですよね。僕もですね、びっくりしました、はい。まあ、でもね、まあ、立教もね、環境ということで、はいはい、まあ、こっちもね、まあ、最近、まあ、SDGs とかね、そういった言葉も、うん、まあ、流行っていますので、はい、まあね、あの自然な流れかなと思いましたね。そうですね、まあ、あとは注目どころで言うと中央ですかね、うん、明治に続いて農学部ができるみたいです。いや、これはね、僕は結構大賛成でして、はいはい、やっぱりこれからってそのなんか単純に農業をやるための農学じゃなくて、やっぱりその世界的なその食料生産だったりとか、はいはい、いろんな観点での その農業学、農学っていうのが僕は重要になってくると思ってるんですよ、はいはい。あの以前ですね、あの今後伸びるかもしれないあの学部カテゴリーみたいなので、実は僕農学部っていうのもあの以前ね、中橋さんとかな、誰かと対談で挙げていたりとかもして、はい、なのでそういうところも僕はね、いいと思う。で、もともと中央ってやっぱりマーチの中でも比較的結構理系に強みを持ってるじゃないですか。そうですね、やっぱりそういうところが農学を増やしてもらうというのは僕嬉しいし、はい、あとは今まで農学やりたかった子も本当明治しかなかったんだよね、うん、その選択肢として、まあ、中央増えるのは結構嬉しいかな。そうですね、これはでかいなって思います、ね、うん、はい。まあ、あとは理工の受けと言いつつ、まあ、健康スポーツ科学部って、まあ、スポーツに関連した学部もできるみたいですね、うん、そうですね、これもすごくいいと思いますね、はい。まあ、ちなみにですね、これらはどこのキャンパスにできるのかとか、いつできるのかっていうのは、まあ、立教が2026年にできるっていうのは、まあ、発表されているんですけども、はい、大体のところはまだ完全には発表されていないところが多いですね。そうですね、あくまで今その支援事業に、まあ、認定されたというか選ばれたということなんで、はい、より具体的な話は今ここから検討だったりとか、うん、まあ、話が発展する感じになるかなと思いますね。そうですね、でこうやって見ていくと、まあ、理系拡充とは言ってるんですけども、まあ、純粋な理工系の学部ってないじゃないですか、うん、なんか理系の学部でも、まあ、工学部の電気電子とか機械とかそういうのもなかったですよね。青学とか立教も、まあ、データサイエンスとか環境がありましたけども、うん、まあ、どっちかといえば分離融合の学部になりそうな感じですし、うん、そうですね、はい、まあ、時代の流れに沿った改革は見られるんですけども、なんかちょっと急いでしまった感は正直あるかな。まあ、でもね、そこはね、難しいところですよね、うん、例えばガチガチの理工系だと研究設備とかの問題もあるので、はい、まあ、お金もねよりかかりますし、土地も必要ですから、ね、そうそうそう、あとは当然ですけれども、はい、他の大学で強いところもあるわけじゃないですか、はい、例えばマーチが例えば4校大にガチガチの理系学部で殴りかかっても4校大強いですからね。そうですね、そう、やっぱそこはちょっとね、違うよねみたいな部分もあったりするので、はい、まあ、多分分離融合型の方がその既存の学生との親和性みたいなものも含めて、まあ、戦略だったんですかね、ちょっとわからないですけども、はい、ただまあ皆さんがですね、あのもしかしたら受験生の時にこういう学部が出てきてるかもしれませんから、はい、まあ、少しね、あの要チェックであの見ていただけるといいかなと思います。はい、まあ、以上が難関次第ということで、続いてはですね、中堅次第ですね、まあ、日東駒線とか、まあ、参勤交流とかこの辺ですね、うん、でこちらはこんな感じになっておりますと、はいはい、でこうやって見ていくと、まず日東駒線の東洋駒沢に理系学部が増加ということになります。そうですね、やっぱこの辺までね、やっぱり理系ができるっていうのは、うん、やっぱかなり理工文系というんですかね、まあ、文系理工というのかな、ね、まあ、はい、進んできているかなという感はありますよね、はい。まあ、ただ日東駒線で唯一専修大学だけ理系学部ないんですけども、うん、まあ、なぜか専修大学はちょっと選出されなかったみたいですね、はい、まあ、残念ながらね、はいはい。まあ、驚いたところで言うと神田外語大という、まあ、外国語大学ということで、うんうん、まあ、ゴリゴリの文系大学だと思うんですけども、はい、まあ、なんとデータサイエンス学部ができるということですね。そうですね、はい、まあ、外語大なんで、まあ、やっぱこう英語とかを活用してなんかやるんですか、うん、ちょっと想像がつかないですね、はい、まだね、うん、はい、詳細も発表されてないしね。そうですね、うん、まあ、ちなみに神田外大に関しては2021年にグローバルリベラルアーツ学部も設置されていて、改革に積極的なのかなって感じはしますね。そうですね、やっぱりどっちかっていうと、はい、その、まあ、いわゆる今のこうコロナを経てアフターコロナっていうんですかね、うん、その時代においてやっぱ国際系とか外国語系っていうのは少しね、あの伸び悩んでいたりする大学も多いですのでね、はいはい、そういうところもあるのかもしれません。はい、でまあ、それ以外で見ていくと、まあ、全体的に農学部とか、うん、まあ、環境学部、情報学部、うん、この辺が多めかなって思いますね。そうですね、はい、結構ね、受験生の皆さん情報ばっかり注目していると思うんで、はい、まあ、ぜひね、環境系とか農学系にも着目してみてもいいかもしれませんね、うん、まあ、もちろん自分がやりたいところ受けてくださいね、はいはい。まあ、ただ、まあ、先ほどのマーチとかと一緒なんですけども、うん、まあ、大手門学院とかは、まあ、理工学部設置になっているんですけども、うん、まあ、それ以外もやっぱりなんかちょっと文系っぽさがあるような感じがします。そうだね、はい、なので実際の中身はちょっと社会学部みたいなところが多くなるかもしれないです、ね、はいはい。では続いてはですね、公立大学を見ていこうと思います、はいはい。公立大学に関してはこんな感じになっておりますと、はい、で僕結構ね、これ公立大学についてはあの評価高いというか、あのなんか、まあ、もちろん情報系のところもあるんですけど、うん、結構ね、地域の
いろいろ発展に根ざしたものだったりとか、地域の強みを生かすような学部学科を想像されているような感じがしてて、僕はすごく歓迎ですね。そうですね、例えば福井県立大の恐竜学部とか、そうですね、ちょっとふざけてるのかって、聞こえちゃうんですけど、はいはい、でもやっぱ福井ってその恐竜関係とかね、そういうところ強い、駅前にね、恐竜の模型っていうか ね、あれがあるぐらいですから、はい、そういう、こう地域のそのに特化した学問だったりとか、その地域強いものを生かしていくっていうのは、すごくいいと思うんですよね。うん、以前もなんかこう、鳥取でその砂漠のことちょっとね、なんか学べたりとか、はい、北見工業大学、はいはい、とかで、なんかその地域のこととかを勉強できたりとかっていうのもあるんで、そういうのはやっぱりさすが公立大学、はいはい、うん、やっぱり国立大学だと、どっちかっていうとこうね、こう国全体でみたいな話になりやすいんで、うん、やっぱり地場のね、ことが学べるという意味で、公立大学のこういったところはいいかなと、あとは旭川とかでもね、地域創造ということで、やっぱり地元活性化していこうっていう、意図が汲み取れますよね。はい、はい、そういうところは結構僕的には、中身ちょっとまだね、だからこれ発表されただけなんで、はい、中身まだね、わからないんですけども、ぜひね、注目していきたいなというふうに思いますね。はい、ということで、いろいろ見ていったんですけども、文系次第を中心に、情報系とか農学系、この辺の学部の新設が目立つかなって思いますね。うん、時代を反映させた改革の意向はすごい見られるんですけども、ただ理学部とか工学部の新設があんまり見られないっていうところとか、たくさんの資金があれだけあるんであれば、もうちょっと国立大学に回しても良かったんじゃないのかなっていう感じは、ちょっと分かんないですよ、そこは難しいですけどね、そこはね、はい、あと先ほども触れましたけども、データサイエンスとか教えられる人がどれぐらいいるのかっていうのもありますし、ちょっと難しいところがあるかなとは個人的には思いますね。そうですね、だから僕はこうやってね、こうどんどん前向きに取り組んでいくことはとてもいいことだと思うんですけれども、はい、ただなんかこう中身がですね、ちょっとこうなんとなくふわーっと情報のことふわっと学んで終わりとか、はい、なんかちょっとプログラミング本当に触りだけやって終わりとかになってしまうと、せっかくのね4年間がもったいないなとは思うので、やっぱり皆さん自身ね、やっぱ興味ある学部学科しっかりと選んで、あとは大学のこともね調べて進んでいっていただければなと思います。はい、どうしてもやっぱりね、予算がたくさんある大学イコール、おおむねですよ、おおむねイコールやっぱり国立大の上位とか、私立でもほんと難関私立っていうところにやっぱどうしてもなってしまうので、やっぱりね、しっかりと大学で勉強したいよっていう方に関しては、研究したいよっていう方に関しては、難関大学を目指すのがいいのかなというふうに思います。はい、はい、というわけで本日の話は以上です。個別指導塾キャスタイスでは、一緒に勉強したいという方を、募集しております。概要欄もしくはね、コメント欄のね、ホームページを見ていただいて、そちらからね、お問い合わせいただければと思います。今ね、本当にこう動画撮ってるのは夏のタイミングなんですけれども、夏とかもしくはね、2学期から勉強スタートしたいよというね、高1高2生の方はたくさんお問い合わせいただいております。もしよろしければ皆さんもぜひお問い合わせください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。